それは死の断片のように見えます。魔導士がめちゃくちゃにしたせいじゃねえのか。とっとと追い出しま。Thank you.
が一番魔導力のここにいます。ああ、俺も感じる。お前に頼みたいことがある。話。何？なんだ魔導力が。あいつやばいって。鬱陶しています。この魔導力は何？何って何？おお、来るぜ。何をしてるの？自分を攻撃してる？なんでそんなことを。頭がいかれてるからな。眠りたいって言ってんだから眠らしてやれ。ダメよ、あれじゃ死んでしまう。あいつが死んだら暗黒洞窟の封印は誰が解くの？おお、なるほどね。止めろ。何？なんだって？奴を止めるんだ。知らせてやる。
恐れや悲しみは感じられません。カッタ、元に戻ったんだね。学
去の私が愛した人、今の私がこれから愛していく人。記憶があるのか。うん、記憶はないわ。でもあなたが皆無だということは分かるのよ。この家に残されたもの、書き残された日記、私が愛したたった一人の人、あなたのこと。皆無、ずっとあなたを待っていたわ。そう、ランガラには計算外だろうな。何が？記録だよ。ああ、サラはあいつに記憶を消されても喪失感の残る心を引きずってこの家に戻ってきた。それはきっとここで生活していた本能なんじゃないかな。残していた日記が記憶を失ったサラに記録という形で千年の人生を再確認させていたんだ。あいつはすごい。おかえりなさい、カイム。俺はお前のことを覚えている。どんなにお前を愛していたか覚えている。誰かを愛し抜いたこと、記憶はなくてもこの心にぬくもりとして残ってるわ。それから大切なものをなくした気持ちも。リルムだ。リルム、私たちの娘ね。リルムはもういない。私たちのお母さん。あの歌はお母さんがいつも歌ってくれてた歌。だからあなたは私たちのおばあちゃん。あたしクック。僕はマック。はじめまして、クック。マック、過去の私がどんなだったか記録だけでも十分。今は大切な人がこんなに増えた。これからはうつろな心が新しい思い出で満たされていくのよ。とても素敵なことだと思わない？うん。思い出に囲まれていたからずっとあなたを待っていられたの。これは絵になるね。うん、いい女だ。あ？はい、すいません。じゃあゴッツァの都へ行きたいんだ。あの封印はゴッツァの侵入を防ぐためのものよ。なんだ、行かれて発作的にやっちゃったんじゃないんだ。記憶を失ってなお人を守る。このままガンガラを捨ておくことはもっとたくさんの子供たちを不幸にする。